どうもその辺の人です、入学式も終わりまして、ガイダンスもやって、あと新入生研修会などもあった、東海大学でございますけども、そろそろですねやってきます授業が。東海大学 OB が語る新入生おすすめ授業の探し方。この動画ではですね、東海大学の履修登録おすすめの探し方について新入生向けの、お話をしたいなと思います。それでは新入生向けにお話ししていきたいと思います。おそらくですね、学部学科ガイダンスだったりとか、あと学部研修会かなとかで、いろいろ履修登録についてのお話をされてると思います。まあ、特に1年生はここら辺だけしっかり見とけばいいよってことだけを、この1年生の校ではね お話ししたいと思いますんでね、ガイダンス資料やシラバス、あと授業の目録、まあ、書いてある紙があると思うんですけど、それがあるとちょっと分かりやすいのかなと思うんで、ぜひそれを用意しておいてください。まずね、1セメスター目なんですけども、まあ、正直に言うと、皆さん学部学科ガイダンスとかで配られた資料があって、そこに履修モデルについて書かれてるページがあったりすると思うんですけど、まあ、正直ね、この今回の動画の根幹を揺るがすことになるんですけども、正直1年生の最初のうちはそのガイダンスの書かれてるその履修モデル通りにやった方がいいです。なぜかって言いますと、この時期にやる、まあ、必修科目、1セメスターの必修があるんですけど、この必修科目については、まあ、正直な話、大学生活のチュートリアル の授業です。そこに加えて、おそらく現代文明論とか、あと英語の科目とか の必修の科目が入ってくるので、なんだかんだでそれで、まあ、20単位からまあフル単近くまでの履修登録になると思います。まあ、よくネットなんかで調べると、一元の授業は朝早くて眠くて、もうどうせ授業行かなくなるから取らない方がいいなんて言ってる人もいると思うんですけど、まあ、こと1年生のもう本当に最初の授業に関しては絶対に出てください。絶対必修なんで、そこら辺に来るのは。まあ、もしいじれる部分があるとするのであれば、やっぱ自己形成科目ですかね。なので履修登録画面の時は、必修選択も含めた、必修科目をまず念頭に履修登録をしておいて、そこから空いてるところに区分後の自己形成科目を当てはめるようにしましょう。そしてその自己形成科目の探し方についてですが、まず一番確実なのは先輩に聞きましょう。もしかしたらガイダンスとかなんかで先輩と交流するところがあったかもしれないですけども、まあ、そこでですね、おすすめの授業、まあ、自己形成科目で何かありますか、まあ、その時に多学科も含めて聞いた方がいいかもしれませんね。また春と秋とですね、開講されてる科目の違いもありますので、そこも先輩に確認するといいですね。なので1年生の1セメスターのうちに、先輩やら、多学部の、同級生も先輩でもいいんですけど、まあ、サークルやらで授業の情報を集めましょう。もし聞く際には手元にある授業一覧のシラバス、グレードナンバーとあと番号が振ってあると思うんですけど、まあ、それを元に持ってって、で先輩に見せたりとか、あと自分がこれやってみたいな、でも他に知ってる人いないかなっていうのをあらかじめ目星つけておいて、まあ、他の人に相談できる状況を作っておきましょう。ただ注意点がございます。自分が選んだ自己形成科目の中で、その授業は1年生でも学力的な意味でも、あと抽選の意味合いでもですね、受けても大丈夫なのか、まあ、1年生の場合だとほとんどが抽選から外れることになっちゃうので、そこは気をつけて取ってください。 あとあれです、評価の基準についてもしっかり確認しておいてください。まあ、評価の基準って何ぞやって話なんだけど、大体授業の最初のガイダンスの時だったり、まあ、履修登録する際のシラバスかなんかに評価項目についての欄があると思うんです。まあ、後でちょっと貼っときますけど、その欄の中には、まあ、授業点とか、あとレポート点とか、あとテスト点とか、どれくらいの割合でその成績を決めるかっていうのが書いてありますので、自分のスタイルによって、合わせてみてください。例えば、まあ、テスト勉強とかの方が好きだったら、まあ、テストの割合がでかいやつ、つかレポートじゃなくてテストで評価する講義を受ける、レポート書くのが好きだなって思ったらレポートの割合が多い、もしくはレポートの提出しかないやつを選ぶとか、
まあどれもやってみなきゃわからないので、まあ、春セメスターのうちにそのテストがいいのかレポートがいいのか見定められるといいですよね。にゃんきにゃん。まとめます。1年生のうちはですね、シラバス通りの講義を取っていって、上級生、早くても1年生の秋頃に自分で、科目を選べるように情報を集めておきましょう。でその情報を集める方法としては先輩に聞く、サークルの仲間に聞くなど、いろんな媒体で情報を集めてください。そして選んだ講義は、自分の学力に合っているのか、1年生だとしても公平に抽選をしてくれる授業なのかっていうところも探ってください。あと評価項目も参照してください。自分のやり方に合ったレポートが中心でいいのか、テストが中心でいいのか、そこも判断した上で選んでみてください。自己形成科目のおすすめについてはですね、別の動画で上がってますので、そちらもご覧ください。その辺さあ、いかがだったでしょうか。東海大学 OB がおすすめする新入社員の履修登録の探し方です。まあ正直ね、春セメスターね、ちょっと取り方失敗したなってなっても、まだね、1年生秋で2年生3年生4年生とですね、取れるチャンスいっぱいあると思いますので、まず練習だと思ってですね、いろんなですね、履修をしてみてください。まあよく大学生活は情報戦なんて言ってね、めんどくせえなと思う部分もあるかもしれませんが、東海大学は広いキャンパスで本当に多くの学生、様々な学生がいますので、自分にとってプラスになるような、人生の糧になるような、そんな人をですね、見つけられるチャンスがたくさんありますので、いろんな科目、いろんな講義受けてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。